はい、モコと申します。なんか今日ツイッターのトレンド見とったら、海洋性大腸炎っていうワードが上がってました。で、まあやっぱりね、皆さんもご存知の通り、安倍さんがね、日本の首相のね、辞められるということで、まあそのまあ原因がその海洋性大腸炎の持病の発症再発だったっていうことで、まあちょっとトレンドに上がってたりして、なんていうか、その僕も実は同じ病気のね、海洋性大腸炎を、患っております。まあそんな僕がこのね、安倍さんのこの海洋性大腸炎というのは一体どういう病気なのかっていうのをちょっと解説、まあ実体験をもとに解説していこうかなと思ってます。決してですね、政治的な思想を含んだ動画には、ならないです。この動画はあくまでその海洋性大腸炎というのはどんな病気だったのなのかっていうのをね、僕なりに体験談を踏まえてちょっと話させてもらおうかなと思います。まあ海洋性大腸炎はですね、まあ、僕はこれもう何度もね、この話実はしてるんですよ、インターネットで。主にそのまあこの大腸 の粘膜をその侵されるというか、あるいはヴィランとかその海洋というか、その前でなんかいろんなあれでなんか炎症してしまって、まあ下痢とか血便、まあ主に血便ですよね、うん、主に血便だったり下痢だったり、なんかもうとにかく腹痛だったりっていうあらゆるその症状、まあその出血量によっては、まあ貧血だったり、まああらゆるその発熱だったりっていろんな症状が出るんですけども、まあそういった病気です。でこの病気の厄介なところは2つあって、まず1つは原因が未だに分かっていないということです。はい、まあ例えば食生活だったりストレスだったりっていろんなことを言われてるんですけども、いまだにはっきりとした原因は分かってない。ただ、まあ、有力と言われるのが、まあ、遺伝子、遺伝、要は遺伝的なものだったり、環境的な因子だったり、まあ、なんかもういろんなのが複雑に絡み合った結果、なんか海洋性大腸炎が発症してしまうっていう。まあ僕の場合は中学2年生だから14歳の頃に、13歳だ、中1の春だから13歳の頃に発症して、今日に至るまで、まあ完治はしてない、あれですね、完治はしてない、そうなんですよ。2個目の厄介なところが完治しないっていうところなんですね、この病気は。要はまあ完治したように思える状態、要は寛解期というのはあるんです。もう症状も一切出ない、血便も出ない、健康的な便もねしっかり排泄できると、他の人と何ら変わらない、不自由ない生活が送れる状態、それをいわゆる寛解期って言うんですけども、まあそういう寛解期の状態になることはあるんですが、まあ今回の安倍総理のようにしばらく症状が出なくても、まあ、日頃のストレスだったり食生活の乱れ、その生活習慣の乱れ、まあ、いろんなその要素によって再発してしまうことがある。僕も現に、14歳の頃に寛解したんですよ。発症して入院して、で学校も行かんくなっていろいろあったんですけども、寛解してずっともう他の中はもう俺この病気治ったかもしれないっていうふうに、思ってたんですが、7年後の、僕が21の頃就職活動で悩んでる時期に、など再発したんですね。これが血便が出ました。その時も血便が出て、薬飲んでなんとかその薬が効いたおかげで、まあ、大事に至らずそのまままた寛解になりました。でその就活の21歳の頃から、また今度、3年後かな、3年後ですかね、新しい新卒で入った会社を10ヶ月で辞めて半年2として新しい会社入って、その新しい会社に入ってきたての頃にまた再発した。だから過去に僕3度、2度か再発しています。はい、で2度目の再発の時はさすがにもう病院に行って、大腸の内視鏡検査を受けました。その上で薬とか飲んでってまた寛解を迎えて今に至っています。本当に寛解してる時っていうのはもう何の不自由がないんですね。もう血便も出ないし、もうなんか食生活とかも基本的にこの病気って体にその大きな負荷のかかるもの、まあ辛いものだったり激辛カレーとか、あと脂っこいラーメンだったりとかっていうのは、まあ基本的に良くないとされてるんですけども、そういうものを別に食べても平気っていうぐらいに何もないんです、寛解してる時はね、うん、っていうまあ病気でございまして、まあまあそのまあなんだか治療というかですね、その安倍総理もなんか一回辞められたじゃないですか、2007年ぐらいに。その時のなんか原因もやっぱ海洋性大腸炎の持病だったんですけども、そっからこの病気結構やっぱ開発とかその研究も進んでて、なんか結構新薬、新しい薬が出てて、まあ僕が最初の時はいわゆるペンタサと呼ばれるなんかこういう赤いなんか錠剤みたいなやつだったんですね。それを飲んでたんですけど、今アサコールっていう薬が新しく出てきてて、それがまたそのペンタサよりも優れているみたいなんで、なんかそれと薬が効いて安倍総理もなんかその体調も回復されて、また
で、なんか総理としてのね、あの役割を全うしたらそうなんですけども、結構ね、その薬の効き方とか、あと症状見ても個人差がね、とにかくすごい病気なんですね。なので、その潰瘍性大腸炎の患者さんの中でも、まあ、いろんな症状の人がいる。要は大腸の一部が炎症してるだけの人もいれば、もう大腸全体が炎症してしまう。ちなみに僕は大腸が全体炎症するっていう最もレベルの高い、症状でございました。ただ寛解するとその症状が起きなくなるパターン、僕は。ただなんかね、結構なかなか寛解といわれる状態に持っていくのも困難というか、そのちっちゃい症状がもう慢性的に続いてしまうっていう人も中にはいるらしいので、そういう人は本当にもう結構日常生活がかなりしんどいというか、寛解しにくいというか、まあそういうなんかいろんな個人差がね、ひどい病気なんですね。でこの病気は、国の指定の難病になってるんですよ。ちゃんとした難病なので、この病気だからっていう理由で、そのなんかその薬のお金とかを国から一部負担してもらったりすることもできるし、なんか一時はね、なんかもうそのいろいろ研究進んでって、なんか難病から指定から外れるみたいな話も聞いてんけど、結局まだ外れてない。いわゆるそんだけ難病、そのやっぱ重い病気だし、患者が年々増えてて、現在で22万人って言われます、日本の中で。22万人の患者の人がいる。で、完治しないもんだから、当然もう毎年のように、増えていくという病気になっております。症状がね、何が辛いってね、このあのもう腹痛がとにかくね、もうなんかね、ひどい時1日50回ぐらいトイレに行くんですよ。これあの本当に冗談でも何でもなくて、さっきトイレ行った5分前行きましたって状態から、5分後またお腹痛くなってトイレ行って、もうなんていうのかな、血しか出ないとか、もうちゃんとしたその排泄物が出ずに血だけ出る、あとなんかようわからん、ね、粘膜というか粘液というか、そういったものだけ排泄されるっていう。だから何出しても出しても症状が治まらないんですよ。それはもうその便とかそういう腸に何かが入あるとかじゃなくて、もう腸が単純に炎症してるから、もうそういった症状がもう無限に続くんですね。もうだから薬とかが効かなかったらもう地獄なんですよ、地獄。ただのなんかね、腹痛とかっていう人いますけどね、この病気は本当に症状が出てる時って本当にもう地獄でしかなくて、なんかね、安倍総理なんかもうなんか本当にこのなんか体調大事な時にね、体調崩す役立たずかみたいな感じで言われてるけど、そのなんていうのかな、コントロールできないんですよ、この病気。もういつ症状が出るかも分かんないし、どんな状況で来るかも分かんない。電車とか乗れない、ほんまにひどい時は電車乗れないし、人と一緒にそのなんだろう、過ごすってことはできないですね。一緒に友達と飯食行ったりとかって、もういつ払いたくなるか分からんし、遊んでてももう常にトイレが身近にないと不安になる。そのトイレが近くにないっていう不安がストレスになって、またトイレ行きたくなるって、もうそういう悪循環のね、繰り返しでして、もう基本的にもう本当にひどい時ってもう家で寝たきり状態になるし、寝たきりだけどお腹腹痛と戦わなあかん。もうなんていうか、大腸のこの腸の器官をこうなんだろう、圧迫されてるような感じで、なんか手で握りつぶされるんじゃないかっていうぐらいの圧迫感のある鈍痛って言うんですかね。普通のその腹痛じゃないんですよ。トイレに来た、ちょっとやべ食べ過ぎたからうんこ行ってこいとか、なんかね、そのレベルの腹痛じゃないですよ。なんかもうこのとにかく腸を握りつぶされるというか、この肛門付近でもう何かが明らかにこう引っ張られてるような、もうなんか耐え難い苦しみなんですよ。もうそれがいつ来るか分かんない。でも出しても出しても症状が改善しないから、もうとにかくね、症状が出た時はしんどい。しっかりとね、薬が効いてくると、まあもう徐々に緩和されてって、便もまあ下痢のようなものから、だんだん固形のちゃんとした便が出てくるし、出血もなくなってくるしね。まあでも本当その出血とかしすぎたら本当貧血で倒れたりとか、実際になんか鉄分の薬みたいな、なんか鉄分を補充する薬みたいなのも一時飲んでた、時期もあります。はいね、なんかだからそれだけね、症状がね、自分でコントロールできないし、その自分の私生活の乱れとかってもちろん原因として一因としてあるんですけども、はっきりと分かってないから、どんなに健康的に、ま、そのなんかストレスフリーな生活をしてても発症する可能性が、まあ、常にやっぱはらんでるというか、そういう病気
なんですね。うん、まあ昨今ではその例えば健康な人の便のなんか腸内細菌をこう要は感染大腸炎の患者の人の腸の中に入れるとその細菌がいい細菌っていうのかな、いい腸内細菌がなんかどんどんその増殖していってこの病気に効くんじゃないかとか、まあいろいろその研究はされてて進んでる病気であるんですけども、現状難病だし、あの完治しないで、いつ再発するか分からないで、症状がやっぱもう辛いと、で周りから理解されにくい、ただ腹壊してるだけやんこいつ、また腹壊してんのかみたいな、だからなんかセロンかなんか飲めよみたいな、セロンはなんか効くわけないんですよ、もう原因が違うんだから、うん、っていうので結構その周りからね誤解されやすい病気っていうのもこの病気の厄介なところの一つかな、うん、というふうに僕も個人的には思っております。なのでちょっと本当にね、なんかこの病気聞いてね、なんかピンとこうへん、ただのなんかただなんか腹痛やろとか、うん、なんかお前しっかりしろよみたいな感じで、そういうふうに簡単なふうにだから捉えられると、ちょっとやっぱ患者の目線としてはまあ悲しいというか、まあそれはもう病気なんかね、そんなみんなしなくて当たり前か、そういうふうに言われるのもしゃあないなと思うんだけど、まあなんかこの動画を通じてこの病気に対しての理解をねしてくれる人が一人でも増えてくれるといいかなと。でそういう人が増えると、まあ周りにもしね同じような感染大腸炎とかの人がおるときに、まあちょっと理解してあげられるというか、そのトイレ行きたいなって時に、なんかトイレって結構デリケートな問題でさ、言い出しにくいやんか、さっきも言ったのにまた行きたくなるっていうの、なんかまたお前トイレ行くみたいな感じで、すごい言いにくいんですよ。特に会社とか学校とかやっぱおるときに、やっぱその何回もトイレ行ってたらなんか変な目で見られるんじゃないかとか、まあ、そういうのでやっぱ我慢しなあかんって、抑えつける、その抑制するしなあかんっていう、そのストレスでまた症状が悪化していくとかね、うん、もうだから悪循環の繰り返しな、あの病気なので、結構周りの人の理解も割と必要なのかなっていうふうには思ってますね。まあ、僕はもう今少なくとも寛解期で、もうなんならちょうど今日あのコラボのなんか動画で企画で激辛カレーを食うって動画アップしたばっかなんですけども、まあ、そういったカレーを食べても、まあ、普通に腹壊すけど別に血便とか出ない、症状は出ないぐらいなの、まあ、寛解はしてる状態だったら、もちろんまたねそのこれから生きていく中で再発して、ある日突然ねトイレが血で真っ赤になってるとかってもありえるので、まあまあまあ、ね、そういうリスクは常にあるしね、うん、大腸がんになるリスクは他の人よりも高いですけどね、まああんまり気にしててもね仕方ない病気なので、うん、まあ今はもう何も考えずに生活してますけれども、まあっていう話でした。はい、なのでまあ本当になんていうのかな、その周りにね感染症の人がもしいると、でなんかやけにトイレ行くなっておかしいなと思ってる人いたら、なんか話聞いてあげて、まあ、実はみたいな、まあ、なかなか自分で言い出しにくい病気なんで、でね話聞いてあげれる人がね一人でも増えたら僕はいいのかなと、はい、思います。ね最後になりますけどね、安倍さん8年間お疲れ様でした。はい、という感じです。以上です。